見てくれてありがとうございます。探検発見ほっとけんのうちです。良い取り見されておられますか？今日は見ての通りですね、田園風景です。2023年8月12日に明石の大久保町のため池で吉鯉を見た記録をご紹介します。こういう場所ですね、遠くに街並みが見えますね。都会の中の田んぼという感じなんですね。息子と出かけました。息子にここは歩けと言いましてね、歩いてるところですが、明石にはですね、蓮池をはじめ107のため池があります。兵庫県は全国で一番ため池が多い県なんでね、明石もたくさんのため池があります。その明石の飯ヶ島地域には大久保町ですが、甲子園球場の3倍以上の皿池をはじめですね、長谷池とか大池とか、農業用だけではなくてね、貴重な生き物の生息地になっているわけです。2023年の8月12日、ハスがピンク色の大きな花をつけていました。綺麗ですね。道路に置いても根のあるやつはいつかは蜂巣の花と咲く、意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ兄さんはと、私生まれも育ちも東京柴田葛飾帝釈天で指を使い、生は車縄と網代風天の虎とはしますという、あの中で出てくる歌の文句ですけどね、蜂巣、どの中で育つということですね。これも農作物ですね。レンコン、そういうのがいっぱい生えてますね。というか育てておられますね。そういう池でですね、大判がいましたね。8月12日。この大判もですね、本来は、繁殖地に行くはずなんでしょうけど、そしてですね、口は開いてるんですよ、このオオヨシキリ。声がね、かすかになってますね。ほとんどもう7月の頃はまではですね、ギョシギョシギョ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 ッとこう鳴いていたんですけどね、鳴く感じはするんですけどね、声はほとんど聞こえませんでした。ちょっと護岸がですね、コンクリートでないとか、こういうガマが生えてますね、この辺り。こういうガマとかヨシとかが生えているとヨシゴイがいるんですね。カルガモもいましたね。ヒナが見たかったんですけれども、カルガモの成長したのはたくさん見ましたね。頭を突っ込んで何かを食べていましたね。ヒナが見たかったんですけどね、カルガモがいましたね。こういうヨシがびっしり生えてる池、こういうところにヨシゴイはいるんですね。先ほどのガマとかヨシ、この大久保町に来ましてね、やはり田んぼの数が減ったんですけどね、ため池もですね、左側を埋め立てられ、右側を埋め立てられ、小さくなってるとこも多いですね。ホシハジロがいたんですね。北へ行かず日本で夏を越してるもんですね。繁殖地の北へ行かない、日本で夏を越したんでしょうね。ホシハジロがいました。2羽いたんですけどね、いろんな生き物と出会うことができますね。小トンボがいますね。銀ヤンマとか塩辛トンボとか蝶トンボとかハグロトンボとかいましたね。これずっと止まっててくれたんで撮影をいたしました。これ多いですね最近。この紫色のアレチハナガサという外来植物ね、そこに貴重は黄色い蝶が止まってました。ウシガエルも池によっていましたね。ウシガエルがねこのジメジメした斜面をねだんだんとずり落ちるんですけどね、いましたね。この「おうおう」と鳴くもんですね。そして麦わらトンボの仲間だと思うんですけどね、塩辛トンボ、こういう産卵の仕方するんですね。尾の先をペッペッペッとつけて卵を見つけていましたね。そして街中なんですけどね、この柱のてっぺんにチョウゲンボウが止まっていましたね。ハヤブサの仲間の小型のチョウゲンボウです。まあ明石やはり107のため池がありますんでね、街中ですが多種多様な生き物の生息地になってますね。バンもいましたね。赤い顔のバン、大人ですね。その右側にいましたのがヒナですね。翼と尾のとこが白くなってますからヒナと分かりますね。もうヨシの間でバンが休んでいました。こういろんな意味でこのヨシが生えて、もう本当にねちょっとだけしか生えてないところですから、それでもいますね。やはりその自然のものを残すこと大事ですね。田んぼに水を引くためですね、全部コンクリートの岸壁にしますと生き物が減りますね。でもこういうのが残っていれば、さらにねヨシの中にねこういうのが浮いてる浮き巣なんでしょうね。これねカイツブリ、8月12日カイツブリの親とですね背中に乗ってるヒナを見ましたね。まだ子育て巣立ちまで時間がかかりそうですね。この親子はもう子供がですね上でもう親の背中をベッド代わりにしてね寝てますね。で親子がですね、浮いてるのもありましたね。やっぱ子供といってもですねこの大きいのと小さいのいますね。このね小さいカイツブリなど気をつけなければないのはブラックバスとかですね、ライギョ、カムルチですね、ナマズなんかにバクッと下からも食べられる機会がですね。で天の茂みの中にですね小さな鳥がいました。日本一小さいサギの仲間ヨシゴイですね。それは飛んだんです。飛んだからヨシゴイと分かりましたね。翼の先が黒いんですね。翼の先の部分が黒い。こういうこれをガマなんですよね。ガマとかヨシがあれば生きていけるんですね。小さい池でも。こう飛ぶことでですね飛んでくれたんでねヨシゴイの存在に気づきました。でかえって小さい池ですので止まるとこも見えますんでね、観察することができました。皆さんもですね、私もダイソーに聞いたわけではないんですね。そしてねこの見てください、体の大きさに比べて足の大きいこと、足の足分かりますか？3本見えますね、1つの足で。こういう茎をそれわしづかみに右と左左右でつかみまして、ああいう場所に止まるんです。枝がないでしょ、こういう単葉植物、ガマですけどね。だからそこでもですね、2つの茎に足をそれぞれで掴んで休めるんですね。そしてそのガマに今度は飛んできましたね。翼の先は黒いのでよしごいと分かります。行動パターン同じですね。最近ですとヤイロチョウが行ったり来たりする場所が一緒なのと同じですね。これも初めて見ましたけどね、地面を歩くんですね。地面を歩いていました。ヨシゴイもですね、ため池のガマとかヨシの生えているところが減ってきましたんで、数が減ってると言われています。準絶滅危惧種ですか。このヨシ原の中に入ってきましたが、もう本当にね、上手、これ綱渡りですね。一本の木を上手にね歩いていってますね。頭のてっぺんが黒っぽければオスで、赤褐色ならメスと言われてます。私もあんまりね、珍しい鳥なのであんまり見てないんでメスのように思うんですけどね。ヒナなのかもしれませんけどね。水を飲んでいるのか、なんかね、ちょこ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 水を飲んでると思うんです。これ下水があるんですね。そして下をじっと見てまして、捕まえました。ちょこちょこ揺れてましたね。なんか小魚ようにも見えましたけどね。アメリカザリガニかもしれませんね。ちょこちょこ体を動かして捉えたのが分かりますね。先ほども言いましたように、頭が黒くて、オスは頭黒、メスは赤褐色ですね。でこの個体はメスなのかということですが、でもまだ成長になりきってなくて黒が目立たないのかもしれません。春から夏に日本で繁殖しましてね、越冬で東南アジアに渡っていきます。日本のサギ、大サギ、中サギ、小サギ、青サギ、ゴイサギ、ササゴイ、そういった中で最も小さいサギと言われています。実際小さいですよ。こうカメラでこういうふうに映しますと大きさ分かりませんけどね、横にゴイサギとか並んでくれたら小ささ分かるんですけどね、見ることはできて嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。